もうこのセルシオとうとうやばいです。はい、シンです。実はですね、このセルシオ新車登録から約24年が経過して現在18万飛んで306キロだいたい17万8000、9000ぐらいからかなりたくさんの異変が起きるようになりました。まずその異変の一つとしては、これカメラで伝わるかな？伝わってるかも。多分とね、すごいエンジン入れてるんです。あ、この感じ、これ多分聞こえてるよね。信号から発進するとき、信号に止まるとき、なんせね、このアイドリング状態ですね。ちょっと走るとね、収まるんですけども、これオーバーヒートの時にもね、近い感じの症状になったことがあるんですが、イグニッションコイルが死んでるとか、その周辺のパーツが V8 のうち一発だけいっちゃってる可能性があります。前にね、イグニッションコイル総特解したんですけど、もう 2,3 年経つのかな、で一発だけ死んだみたいな。あともう一つ、車高を少し上げちゃったんで今は収まったんですけども、多分車高を下げてるとその角度が負担になってるのか、今みたいにね、ただ左折するだけ、まっすぐ走って輪立ちを少しね乗り越えるだけで、さすがキーキーになるようになっちゃったんですよ。今の状態でもちょっとだけなるんだけどな、ならないか、ちょっと調子いいよな今日な。そうなんです、あのカラカラの人がね、今ちょっとなったけど、キシミ音というかキー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 音が鳴りながら走るみたいな状態がすごい続いていて、で今日は曇っていて湿度が高いんで、あと雨の日は全くならないんですね。あ、ギューってなったね今ね。うん、でも多分ね、動画には入んないっぽいね、今ちっちゃい音だと。ということで、じゃあ、キー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 鳴らしながら走ってる映像があるんで、そちらを一回どうぞ。こんな感じでね、結構ひどいでしょ。少しね、音声を大きくして聞こえやすいようにわざと誇張してやってみたんですけども、でも実際にこんなような音がねします。窓を開けてると外からキー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 音が鳴ってるのがわかるんでね、外にいる人からしたらね、おんぼろな感じの車に見えちゃったりとかする時もあったんじゃないかなと思うんですが、やっぱりね、車高を下げてると角度も変わるんでしょうね、札の角度も。でストロークが短くなるんで、札への負担がやっぱりだいぶ強いんでしょうね。車はね、見た目をかっこよくしようとすると、その分ね、パーツに無理が生じていると。まあこれ当然のことなんですけども、今現在はですね、後ろのサスを差し込んで1メモリだけ上げた状態なんですね。少しちょっとまだ鳴ってるなって感じはね、あるんですけども、ほとんど鳴らない状態になりました。やはりね、車はとてもね、考えられて作られてますね。ドノーマルが一番長持ちする状態。かなり昔ですけどね、世界の高級車市場に最高の車と称されたこのトヨタセルシオ31前期。トヨタの社長はね、3130、後期よりも前期の方が名車だというふうに言っていたっていうふうな噂も聞いているんですが、まあまあ後期の方が性能はいいです。ギアも複雑だし燃費もいいし、いろいろといいところたくさんフォルム的にもあるんですけども、僕はこの31前期カタログカーとして一番気に入っていてね、ちょっと変わり者でしょ。だけどこの車を愛して、ファミリーカーとしてずっとちょっとだけ手を加えて乗っていたわけなんですが、とうとうね、18万キロ差し掛かるところでね、かなりね、故障が増えてきました。早く直さなきゃね。前にもね、動画のコメントにイグニッションコイルがいかれてると触媒がやられちゃうんで早く変えた方がいいですよとかね、1本死んでいたら他のもね、もう寿命近いんで、もう全部フルで変えた方がいいですよっていうふうにね、教えてくれた方もいるんですが、まだね、イグニッションコイル1本で
この原因が全て解消されるかどうかっていうのはわからない。一応可能性があるっていう形でね、この後の VTR でシャドウさんに行った時にもね、はじめさんに言われているんですが、多分これはねイグニッションコイルでしょう。でラジエーターのホースがねまた劣化してきて水漏れも確認されているんで、そっちの方も早く直さなきゃいけないのと、あとエアコンのファンのモーターも変えなきゃいけない。車内についてる温度計で32度から33度ぐらいを超えてくるとね、気温が窓の開閉だったりとか、今度ね気温が下がってくるとなんですけど、寒いと右のミラーだけがうまく畳めなかったりとか、いろいろとね不具合が、生じるようになってきました。お、キューッととかなったの分かりますか。一応ね外からもね音が聞こえたりするんで窓を開けてる状態なんですが、この先にね下り坂で軽い S 字カーブがあるんでね、そこでなるかどうかちょっと見てみます。車高を上げると多分角度が変わってストロークも長くなって、まあなんだろうな、なんかサスの簡単に言うと油が乾いちゃった感じの音がするんですよ。だからもう油を刺して治るんじゃないかみたいな感じの素人感覚には思うんですが、乗り心地はどう？リュウちょっと車高を上げたんだけど乗り心地はさいい感じ。そうだよね、だからもう18万キロ現時点ではね超えてるんですけど、ずっとね俺のね答えはね当たりなのか、エアサスがね生きてるんですよ。まだ柔らかいよね、ふわふわって。うん、まあね車高下げた方が見た目はねやっぱかっこいいんですけどね、乗り心地は悪くなるし故障も早くなると。もう全然なんないわ。あ、今日調子いいわ。せっかく VTR 回したのにせっかくね調子悪いのキー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 鳴らそうと思ったんだけど、今日朝さママをさ職場まで送ったわけ、ちょっと体調が良くなかったから。でその時に、あこれちょっと車高を上げて様子見ようと思って車高を上げて走ったら、あなんか音が鳴らなくなったなと思って、最初はちょっと鳴ったんだけど、うん、さそんなこんなでね、この前ね日本のヒップホップ業界の顔役ジブラがやってるアベマのねラジオに出た後、シャドウインザナックヤードさんの方に車を見てもらいに行ったんで、じゃあその VTR を皆さんどうぞ。やっぱこんだけ古くなってくると、そうですよ、遠出をしないでずっと見てました。エンジンには特に何も入ってないですね、エラーは。だからやっぱり物理的な、はい、例えばミッションコイルとか、はい、なんかそういうもののような気がします。まあどっちで治るのかみたいな。そういうことですね。そう難しいんですよね。順繰り書いていくとお金ばっかかかっちゃうんで。ある程度はそういうふうにやるしかない部分があるってことですもんね。ちゃんと右車高のセンサーだから、まあ多分これのせいだと思うんですけど、はい、違う形で固定しようって前話してたですもんね。エアサスなんか出てますね、これ出てますね、エアコンですよね。あとは日射センサーぐらいですね。はい、今のところそれから水いってます。一回補充してからごめんなさい、見てなかったです。あ、本当ですか。変わんないですよね。変わった。あれ？さっき変わんなかったような。変わんなかったようなイメージだったけど、はい、変わります。じゃあこっちの一発ってことなんですか、ね。こっちの一発なのかな。そこの一発のイグニッションコイルっぽいですか。可能性があります。あ、可能性が。前のやつ、取ってきたかったんですね。それだと、はい、差し替えできるじゃないですか。はい、生きてるやつで。全部ダメだったんじゃない。そうですよね。そう、生きてるやつ、はい、使えば、はい、それで原因が分かれば。はい、分かってれば、持ってくれば、ね、そうですね。ね、はい、イグニッションコイル、ちょっと今、買いに行けるとこないですもんね。ないんですよ。結局取り寄せになっちゃうから。はい。変えてみて、はい、であと、そうだ、この
ファンのモーターも変えなきゃいけないんで。あ、はい。それといろいろありますね。いろいろありますね。これは自動と抜くから一緒にできるんで。はい。その時全部一緒に。あ、了解しました。了解しました。はい。いや、これでとりあえずイニシオンコイルで直ってくれれば。そうですね。あと走っててキーっていうのはもうサスの方の問題ですか。そうです。サスペンション。あー結構金かかりそう。それはまあまあかかると。そうですよね。なんかエアサスが鳴ったりしますよね。よあーそうなんですね。もうなんか古い整備されてないアメ車みたいな音がするんですよ、走ってて。はい。いや、治ったらいいな。まあ治ると思います。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、またお願いします。ごめんなさい、ありがとうございます。またお願いします。実はですね、最近車の調子がとても悪くて、もしかしたらイグニッションコイルが一発死んじゃってるんじゃないかみたいなね。低速だとエンジンがカタカタカタって少しブルブルブルっと揺れてしまう感じになってしまったんで、あとサスの調子が少し悪くて、まあね、もう現在179,566キロにちょうど今なったところなんですけど、もうね約18万キロこの車は走っております。大好きな愛車。まあ、一般のご家庭のカーライフがどんな感じなのか、見せる車が好きなのか、道具として車をね使っているのか、それによってもいろいろ違うとは思うんですが、まあうちのファミリーカーとしては今こんな感じです。子供がね生まれる前から妻のお腹の中にいる時から乗ってる思い出の車なんで、なるべくねもうちょっと乗りたいなっていうふうには思ったりしております。さあ次はね、イグニッションコイルを一発死んでるであろうところ交換してみて、様子を見てみて、原因を探る、そんなチェックでした。これが、チャンネルゲートのカーライフの小さな小さな一コマでした。Thank you.